はい、カーラエコジュニアです。今回紹介するウクレレはティキティキウクレレのソプラノウクレレ AMS20S というモデルになります。こちら島村楽器限定モデルです。ティキティキウクレレ、国産のウクレレなんですけども、1920年代のマーチの 3M というモデルのスタイルをリスペクトして作ってもらいました。ボディはアフリカンマホガニーの単板です。ブリッジはパーフェローという材を使ってます。そして特徴的な指板、これエボニーを使ってます。この装飾かっこいいですよね。そしてネックはアフリカンマホガニー。ペグには5等の UPT ペグ。こちらボタンを4周すると軸が1周する4対1のギアペグになります。サドルとナットは牛骨です。じゃあ弾いてみます。